はいどうも、妖怪チップニップに今回もやっていきます。8日目元気ドリンクゲットやった。だけど時間切れ。そうなのよ、失敗しちゃった。やっちまった。はい、参加使った無課金攻略ね。私この2番目のアカウントね、リンネのあるアカウントで、まあ、元気ドリンクね9個あったんで10発でいけるかなと思ったんですけど、そう計算上はいけたんですけど、そう私リンネである時2回失敗しちゃったんだよね。失敗あんましない、今までしなかったからあれだったんだけど、あの遠くにさ3つぐらい坂のとこにあの10ポイントのあるところでなんかちゃんと行ったのに、最後ほらたまにすかすのあるじゃないですか。あれを2回食らっちゃったっていうことなんですけど、まあでもね元気ドリンク、まあ、今日もログインボーナスでもらえたり、あの今回はね、刹那さん、汎用刹那がね追加されたんで、汎用の滅粒子の元祖なんですかね、ちょっと分かんないですけど刹那さんが来たので、まあ正直必殺技まあまあかな、スーパーフィーバーでスキルもまあ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 絶対欲しいっていうやつじゃないんだけど、まあ一応ね特攻としては、体調のダメージアップダウンとプニットショットでね、荒釜にダメージアップということで、まあスーパー特攻として、しかも出るとね技レベル3までなってくれるっていうことなんで、はい、なんと3日間もということでガシャやっていきましょう。今回はね16日間イベントで、まあ、私失敗しちゃいましたが、まあ10個ね、あのちょっとリンネのね、そうリンネが大特攻の期間がねあったからちょっと焦っちゃったんだけど、あのまあ10個ぐらいすぐ取り返せるので、はい、やっていきましょう。まあしかもこのアカウントはね、サブアカだけど極土の子があるんでね、まあ最悪11もね11回目も倒さなくていいかなとも思ってるので、はい、まあこれでね刹那ちゃんやればまたね3アカで特攻が積み上がればまた倒しやすくなるだろうしということで、はい、やっていきましょう。一応ねミッションも追加されましたね。まあ刹那ちゃんだから、あ、まあでもそうだな、9回まで行ったからな、これのこのミッションぐらいやってもいいかな。45万ダメージぐらい出るだろう。うん、ということで、はい、やっていきましょう。刹那ちゃんはここでねスキルの初ゲットできるって感じかな。はい、じゃあ行きましょう。本当に何やってんだって感じだけどね。久々にミスったな。いやー大特攻だ、中特攻だとね多分ね 1.5 倍ぐらいダメージアップしてたと思うので、うん、まあ10個じゃ今度はクリアできなくなるかな。でもまあそれでもまあすぐ溜まると思います。あ、まあ一応ね3赤攻略なんで3赤ね30連回したいと思います。10連ずつね。いやーいやー失敗したな、久しぶりに。いやー失敗したな。まあもうリンネゲットした時点でもうこのイベントのほとんど役割は終えてるんだけどね。はい、じゃあちょっととりあえずメインアカウントの方行きましょう。まあまだね、うん、半分今日で折り返しなんで全然大丈夫でしょう。だから今後どうなのね、ガシャイベントどうなんだろうなって感じしますけどね。はい、じゃあメインアカウントいきます。はい、これメインアカウントでまた元気ドリンクね、自分の倒してもらってゲットみたいなね、うん、そんな感じで、あの郵便今回受け取んないですけど、まあたくさんたらふく元気ドリンクあって、ログインボーナス受け取ってなくて30個ですね。なんで今回8個なんで22個ドロップしてますね。まあ実質27個ぐらいドロップになるかな、うん、郵便受け取ればね。なんでまあこれは特攻待ちって感じで、まあ一応ねこのアカウントで残り9万ぐらい手伝ってもよかったんですけど、まあまあまあいっかっていうね、うん、いつか貯まるだろうっていうことでとりあえず放置しちゃいました。じゃあちょっとこのアカウントはおまじないしてから行くか。いやー、
久しぶりの失敗だったな。なんか極イベント以来だね。昔極土の子が足りなくて大失敗して悲しい思いをしたんですけど、それ以来だからもう何年ぶりだぐらいのおはじき失敗しましたね。おはじきじゃねえか、プニットショットか。さあ明夜会いきましょう。まあ次のガシャがねまた3日後なんで、まあこれで外れてもまた3日後って感じかな。まあ大桑の神がいるから正直もうあっちのねグレルリン特攻はもういらないんだけどね。いやー止まれ止まれ止まれ、止まんなかった。はい、まあまあこんなもんでしょう。まさかねいつかは出てくるとは思いましたが、このね安陽の刹那ちゃんがねこの子が来ると思わなかったですね。それでこの前ねようやく極妖怪何年越しのっていうねコンプになりました。今回ねこの子がさすがだね、この子ちゃんと出してくるんだもんね、すごいよね。はい、じゃあ3番目のアカウントいきましょうね。はい、これ3番目のアカウントで、これもまだ特攻なしで90回、すごいね。90回倒して25個ドロップです。まあこれもまだログインボーナスの分とかね他にドロップした分受け取ってないので、まあまあいいドロップっすよ。助けてもよかったけど、今回まあ一応3赤できたら11までいきたいね。さあじゃあこのアカウントは積み上げたいな、いきましょう。おバカスキンチャンス、いやーほんと久しぶりに失敗したな。やったバカスキンだ、 E ランク、うん、落としてレッツゴー、出てくんねえかな、出てくれたらよかったけど、まあいいや、まあいいや、しょうがないね、ガシャはこんなもんっすよ。次は何だろうね、もう復刻とかはないと思うので、何だろうねガシャ、この次無難に ZZ 以上になるのか、それとも復刻になるのか、よいしょ、わかんないですけど、はい、今回は残念でござんした。ただね、まあね、この赤、まだね、イベント半分だからな。26、27、28、29、30、31って、あと、このガシャのあと6日間あるんで、3日間ずつどうなんね、ZZ アップガシャ、ZZ 上アップ、超アップじゃなくて、なんかいつものあのアップガシャやって、ラストチャンスかな。まあ、ラストチャンスもしかしたらね、長くしてくれるのかもしれないですけど、はい、なんかあんまり復刻って感じもね、極妖怪だとあんましないので、あーでもあれか、 ZZ のあの極妖怪とかもいるから、そういうやつらを復刻させるっていう手もあるので、一応まあね、あの極コイン G がね回せると思うんですけど、そいつらのね復刻、あーでもなんかあんまり考えられるかいな。うん、将棋妖怪の極妖怪復刻させるっていう、それぐらいか。はい、まあちょっとそれだと弱いんでね、なさそうな感じするんですが、はい、個人的にはね、元気ドリンク振ったをとたくさんもう一回ドロップさせて、まずはね2番目のアカウント、このねプニットショット終わらしてっていう感じでねやりたいと思ってます。はい、じゃあ今回こんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、残念。なんで失敗したんだろうね。本当にやっちゃったね。またお会いしましょう。さようなら。元気ドリンクはもう、めちゃめちゃ落ちるね。